ハッピータイガーは、モデルグラフィックス史上で連載された、小林原文の架空戦記漫画作品、梅本博史による小説版、およびその続編もある。1939年、大日本帝国陸軍将校を父に持つ、主人公の川島正則将尉は、野門ン,ン事件にて対戦車砲部隊を指揮していたが、戦力で圧倒的なソ連軍の前に、部隊は全滅。 雪倒れていたところを、モンゴルの遊牧民の一家に救われる。バートルと名付けられた。彼はしばらく、モンゴル人として遊牧民一家と共に生活するが、独ソ戦が勃発。バートルは、ソ連軍の強制徴兵に対して遊牧民一家の身代わりとして志願して、かつて敵側であったソ連兵として、ソ連に侵攻していたドイツ軍と戦うことになる。1941年末、 モスクワ攻防戦にて、モンゴル兵たちは、無謀な突撃を強制された末に、ドイツ軍の捕虜となってしまう。強制労働に使かされていた1943年、アインザッツグルッペに射殺されかけた、バートルこと聖徳は偶然武装親兵隊に助けられ、今度は、ドイツ兵として、ソ連軍と戦うことになるのであった。命の恩人であるぞ、レッツ SS 軍曹のカル、ティーガー戦車の乗員となり、 さらに対戦者砲部隊の経験を活かして、砲手として活躍する。法当に、逆さの、福の字を描いた、ハッピータイガーの部君はたちまち知れ渡り、バートルは、東部戦線を訪問した、大島博中毒大使との面会の場で、父であり、帝国陸軍将校でもあるドイツ駐在部官、川島中佐との再会を果たす。バートルは、戦友、ゾウレッツと共に、東部戦線にて、 ハリコフ攻防戦、クルスク攻防戦、ドニエプル川の戦いなどに参加。その後二人は西部戦線に転属され、1944年にはノルマンディ上陸作戦におけるカーン攻防戦やファレーズ包囲戦など東西両戦線の熾烈な戦場をアイシャティーガーと共に戦い抜いていく。1945年、ドイツの敗色が濃くなる中、 ティーガー戦車以下ドイツの先進兵器を日本へ導入する計画が持ち上がる。父と大島大使の計らいでゾーレッツと共に技術指導員に選ばれたバートルはティーガー戦車を搭載したユーボートで国境日本を目指すが途上でドイツは敗戦してしまう。やむなく寄港したビルまで父と現地の日本兵らと、そして何より戦友、ゾウレッツと愛車ティーガーと共に連合軍を相手に、 最後の戦いに挑むことになる。なお漫画版ではビルまで話が終わっているが、小説版の続編、逆襲の虎ではさらにサイパン島へ奇襲上陸している。1943年4月、クルスク戦以前のハッピータイガー。車体全面走行の向かって、右側にダスライヒ師団マーク、左側に東北マークが確認できる。師団における、 敵車両2000両目の撃破を記念するプレートをアドルフ・パイヒルから授与される戦車長ハンス・ゾーレッツ・ SS 総長。この写真中にも東北マークが確認できる。なお、この写真は模写も含め本作中にも登場している。この物語のモチーフとなったのは、クルスク戦前後に武装新衛隊の第2、SS 総攻的弾兵士団、ダスライヒに所属した一両のティーガーアイ型である。 この車両には実際に車体に逆さの服の字が書き込まれている。古い資料ではこれを剣を掲げた半身像と見立てているものもあるが、鮮明な写真では明らかに服の字であることが見て取れる。プラモデルのデカールに取り上げられたこともある。この車両については本作と同時期にタミヤニュースで連載されていた菊池明。 服の字が描かれたタイガーに詳しく検証されており、本作の原作者である梅本博士も参考にしている。逆さの服は東服と呼ばれる中国の小福の印で日本の中華街でもよく見かけることができる。ティーガーの東服は中国に何らかの関係を持つ上院によるパーソナルマーキングであったと考えられる。また登場人物について梅本並びに 小林は渋谷の軍装品店に現れた元ドイツ兵を名乗る高齢の日本人ソ連軍に強制徴兵されたモンゴル人でドイツ軍の捕虜となった後にドイツ軍に志願してノルマンディでイギリス軍の捕虜となった人物第442連隊戦闘団所属の日系アメリカ人がイタリア戦線で捕虜となった時の尋問でドイツの階級賞をつけた 日本人が現れ会話をしたという記録1945年のベルリン攻防戦の際、国会議事堂の中で滑腹自殺したアジア系人種で構成された武装 SS が発見されたというソ連軍の記録ソ連軍の捕虜となったドイツ軍捕虜の中に日本人を自称するアジア人の集団がいたが日本語が理解できないため偽物と判明する。 しかし一人だけ本物としか思えない人物が混じっていたという記録などの実話をフィクションでつなぎ合わせたとしている。小林の公式サイトでは本作は実在の人物の実話をベースとしたと説明している。コミック小説、ビルマの虎、ハッピータイガー戦記、0 0期、275ページ。セブンコミックス版、ハッピータイガー、前書き並びに、ビルマの虎、ハッピータイガー戦記。 16-273-274ページ小林原文公式サイト原文ワールドハッピータイガーありがとうございます